はい、内緒ニュース河原版の時間です。すでにねご存知の方も多いかとは思うんですけど、銀魂コラボ第2弾がねもう詳細ある程度発表されましたので、ちょっと、振り返ってね、はい、いこうかなと思います。今回ちょっとだからサイトを利用しながらちょっとね、見る形にはなるんですけれども、ガチャが9月2日月曜日の12時から9月14日土曜日の11時59分まで来まして、クエストもね、同じく9月2日から来まして17日まで来てますよと。で、前回ある程度なんか、こういう風にねガチャキャラ長期休暇追加されますよっていうのは予想されてましたけれども、今回も長期休暇ありますよと。で、第一弾のねキャラクターもほぼ再登場するみたいなんですが、まだねこの既存キャラが重心化するかどうかはちょっと怪しいみたいなことは言われております。ただ、昨日かな、公式の、ちょっとね、これ前後しちゃうんですけども、新しい、銀魂キャラたちですね、今回の第2弾で追加される、新しいガチャキャラの使ってみた動画の概要欄で、この既存の銀さんたちの性能ですねの重心化、おそらく重心化と思われるあの性能が概要欄に載っていましたよと。で、なんかそれに対して、一回ねもうそれを動画を削除されて再アップロードされて概要欄も修正された形で出たんですけども、公式がツイッターの方でね、すいませんみたいな感じでコメントしてまして、おそらくそれもなんかね銀さん的な演出含めてフラグなんじゃないかと。で、今すでに、モンストと銀魂の、コラボのアニメが1回目のものがすでに配信されてて、そこでもね終わりの方で銀さんがテルーマン、おそらくテルーマンだと思うんですけども、テルーマンに電話してて重心化どうなのみたいなこと聞いてて、そこでもフラグ立ってるし、で、これもちょっと後の方で言うような話になるんですけども、9月4日に一応ね長期休暇が21時から降臨するんですよ。で、その手前の19時に第2弾のモンストアニメ、そのモンストとのコラボアニメが来るのがもう決まってるんで、おそらくそこで重心化が済んじゃないのかなというのはちょっとね言われております。なんで始まってからしばらく経ってからってこと、ちょっと経ってから経ってからそういう演出含めてねするんじゃないかっていうの言われてるんで、ちょっと期待はしたいですね。で、一応これまでの、降臨クエストですね、前回の降臨クエストのものは初期に実装されます。ただし高杉晋介の長期休暇だけは復刻しないみたいなんで、今現状ではねそういう風に言われてるんで、もう分かんないけどね、もしかしたらあるかもしれないけど、今のところはないと言われております。で、今言ったアニメがこれですね。もうすでに29日の木曜日のものは皆さんもねここに今 URL 貼ってありますけども、ご覧になられてるとは思うんですけども、問題の、次ですね、9月4日水曜日の19時のアニメがちょっと注目どころではありますね。重心化発表もそのままありそうだし、これですね、さっき僕が言ってたのこれアニメで銀時が中の人と電話していましたと。多分テルーマンだと思うんですけど、声もね多分テルーマンだったと思うんですけど、で、ね重心化するかもしれないここで銀時神楽桂が、するでしょうね。するでしょうね。多分神楽が適正なんじゃないかな。まだね、カムイだもん。なんかそうカムイっていうキャラらしいけど、まだスケジュールには入ってたけど詳細は出てないけどね。ギミックとかの詳細は。で、一応なんかこのアニメでも高杉晋介の長期休暇やってたから、これで復刻もあるんじゃないかっていうのはもうなんかこれも言われてる。みんながやってたからね。はい、そして、今回の、第2弾の追加ガチャモンスターですね。まずこちらからいってみましょう。土方藤四郎&沖田総合ですね。こちら火属性で反射バランス侍、アビリティがマインスイーパー L2 超アンチウィンド、でゲージが状態上回復と SS 短縮ですね。 SS は貫通変化と沖田がバズーカ弾で土方を攻撃、16ターンの24ターン友情がツイン反射レーザー L4 に、超強防御ダウンブラストついております。マナと、マナに似た性能で、超アンチウィンド持ってね。で、SS のこのバズーカ弾っていうのは、ゴムスローみたいな感じで追撃してましたね。ドーン、ドーン、ドーンつって。で、一番最後止まったら、止まっても最後ね、ドーンってなんか演出があって、肘が動きしてた。そう、肘がずっとやってた。結構これダメージ出てましたね。1段階目でも2段階目でも。SS 強かった。次、高杉晋介&騎兵隊。闇属性貫通スピード型、侍と、アビリティが超アンチダメージオールと無属性耐性
でゲージでアンチャープですね、うん、で SS が、4人分身と、ヤンド号令率いるタイプですね。12ターンの24ターン、友情コンボが、長距離貫通拡散弾 EL5 と防御アップついております、うん、まあ、あからさまっすね。これもねもう使ってみた方が出てたんですけれども24の適性がっつりもらってると、うん、まあ他にも、ね、このアビリティでも他にも光属性の高難易度結構いけちゃうし、うん、12ターンでこれ打てるのは結構やばいよね。これは強いっすね号令ですからね。号令だもんね。分身だけじゃないっていうのが評価高いですよね、うん、まあ、その分多分友情がね結構据え置きになってるんだと思うけど、うんうんうね、アビリティこれもらっててピンポイントっすよね。ピンポイントだしね、うん、これ嬉しい性能って感じ、うんうん、そしてこいつだけはね前回の嘘じゃなかったみたい。嘘じゃなかったね。嘘じゃなかったんですけど、近藤勇&バブルス王女、貴族性ですね。反射パワー型アジン族でアビリティが超アンチダメージオールに厳重キラー、うん、でゲージでアンチ魔法陣と、アンチ減速壁降臨かよと思いますで SS が6体のゴリラと駆け回って、うん、壁ドン20ターンの28ターン、うん、で友情が全敵ロックオンレーザー L に、超投げ払い持ってますですね。まあ、壁ドンのバリ次第なのかな、うん、28だから結構強そうっちゃ強そうですけどね。これでもなんか2段 SS 使わなかったよ、弱かったらゴミじゃないですか。SS なかったらそうね、うん、まあまあ、アンチ減速回ついてるから、ね、将来性は割とあるのかなっていうところはあるけど、ヤンダメ魔法陣もまあ言うほどいないんでね、うん、あるかもしれない、ね、貴族性とかだったら確かに少なくそうだけどね、うん、まあ、パワー型壁だからなんか倍率高いでしょうね、うん、一応2段階目の弱点ヒットで3ヒットぐらいして380万ぐらい出てた。100パー倍率なのかもしれないですね、うん、出てたね。使ってみた動画では。それか自走プラス何パーとか、うん、なんだかんだこういうのが長生きするんですよね。うん、でまあ6ターンのゴリラ出てたし、うんうん、でも多分ね壁ドン使ったら大概ねボス持ってってたからそんなにやっぱダコ処理として使うってことはないかもしれないけど、まあね、面白かった本当にね完全演出みたいな感じだったけど、うん、面白かったね。壁ドンじゃつまないからちょっとゴリラ走らせようぜみたいな、ね、そうで、うん、こちらこちらが山崎下がると、志村対それぞれですね。水属性と光属性でこちらは今すでにもうねチャッさんがツイートしてたので、はいはいはい、性能出てたんですけれどもちょっとそちら見てみましょうかね。志村対、光属性アジンゾ攻撃型で、貫通です、超アンチ重力バリアに超アンチダメージオールゲージで厳重キラー M と底力で SS が12ターンの狙った方向にいる敵に卵焼きで攻撃、はいはいはい、でウォールムービングバレット持っております、うん、でウォールムービングバレットなんだ。山崎下がるですね。水属性侍バランス型で反射マインスイーパー L に超アンチ重力バリアに魔封じカウンターキラーゲージで持っております。でターン20の実況化と最初に入れた敵にアンパンを連続でスパーキングでヨーヨーだ持ってます。どっちも強いですね。強いですね。アビリティおかしいね。SS も多分強いだろうし、だいぶ強いですね。演出も多分面白いだろうし、楽系じゃないけど使ったら強そうなんですよね、うん、あのエンジンとかと一緒ですよね多分。完全そうだよね、うん、やべえなアビリティが 2.25 のせいでやべえな。お化けっしょ。厳重のところやばそうっすよね。タイさんやばい、やばいね、うん、強そう。これはぜひ欲しいようですね、うん、はい、こちら今多分ね画像が入れたんと思うんですけども、うん、はい、続いて降臨かな。あ、一応これ排出、さっきね排出、はい、先に超究極、うん、カムイ、まあ、究極と超究極2種類来て、これですね。超究極をクリアすると、その超究極側のカムイに、スライド可能になりますよ。いつもの、うん、でラック依存の超アンチワープがつくみたいですね、うんうん、で超究極のクリアは1回だけで OK と。一応初回降臨も最初ね言ったと思うんですけども、9月4日の、水曜日21時から、おそらく、まあ、3時間24時まで、うん、手前までだとは思うんですけども、ノーコンクリアのみにミラクルミンは使用不可と。あ、はい、弱点移動なんだ。あ、そうそうそう、へー、すでに今言われてるのは、うん、シュリンガーラと同じくね弱点が移動するのと弱点倍率がアップしているのかな。あのそうね、うん、通常の高いとのことはすでにあのお知らせで出ていたので、まあ、その辺がどうなってくるのかというところ。じゃあ制限もいそうっすね。また貫通制限はしてきそうですね。貫通制限があんのかな。制限してこないと結構やっぱ弱点殴りやすくなっちゃったりするのかな。そうだよね。反射とかってやっぱ殴りづらいもんね、うん、まあ、いてもね、シリンのモーセみたいにいけはするからね、うん、その周りどういう風に弱点が移動していくかって分かれば、ね、うん、しかもまあ1回だけだからねちょっとやっぱり難しい、うん、これ難しそうですね。
可能性は非常に高い、うんうん、これ難しそうですね。ジャッキーのそれも、うん、難しいもんね普通に、うん、はい。でこちら第2弾の降臨モンスター野牛キューベが、水属性の常設降臨ですね。で坂田金時が機械属性の、まあ、究極結構こちら佐々木伊三郎と今井信芽が闇属性で究極こちらで、こちら星5の極みの方が畑王子と落とせキャラが降りてます。落とせ降臨なんですね。極みだ極み、うんうん、そしてさっきも最初ね言ったけど第1弾の降臨は強くの初夏に登場するようです。はい、あやめとかも来るんだ、うん、自分もしんやすけ進化作ってないからな。進化っていうかこっちの方作ってなかったか。俺ビビるぐらい作ってないんですよね自分も。でもそう結構ね自分も銀弾作ってなかったんだよね、うん、俺沖田とゴリラ作ってないですよ、うん、あマジ作って何も作ってない。あのしんすけの沖田運曲作って終わりましたね。作ったけど自分もあのうん星子作んなかったしな。そうなんかね銀玉来た時すげえ嬉しかったんだけど、うん、コラボ中マジでやる気なくてしか、ね、自分もすごい作ってなかった、うん、常設だけかなやったけど、あとまあ長距離やったけど、あでもこれ来るの嬉しいですね、うん、これは嬉しい ね、これやろうつ、うん、であとはまあこの辺のスケジュール来て、うん、あとはい魔導を拾って集めよう。魔導来たのコラボクエストクリオで魔導をゲット。まあ、対象クエストで、うん、魔導専用宝箱っていうのがね、落ちるようなんで、そこから排出されて、うん、条件次第では1回のクリアにつき、最大3体の魔導が手に入りますよと。まあ、周回してたんじゃん。うん、多分、自動的にほぼ集まるんじゃないかなっていう。うん、対象のコラボクエストクリアして、マルチで対象クエストクリア。うん、ああ、条件コラボを1体以上クリアして、まあ、この辺が揃ってれば、うん、どれも1体ですね、増えるっていうのはあるのかもしれないけども。あとはね、ミッションで限定グチョップ、まあ、嬉しいっすね、欲しいっすね、これ普通にこれ嬉しいわ ね、 これマジいいな。起きたのまたうるせえのないといいけどね。心拍とかめっちゃうるさそうですけどね、うん、もう絵がうるさいもん。かなぐらいかな。じゃあ結構な量出ましたね。出たね、うん、降臨だけはまだねどれもあの捨ては出てないんで、うん、ちょっとまだ分かんないですけれども、うん、楽しみですね、うん、なんかの運白になったりするといいけどね。がまあ、うん、蓋を開けてみればやっぱボリューミーだね。やっぱ毎回第2弾とか復刻系は量が半端ないから、うん、過去のやつもやっぱ来るからすごい多いですね、うんうん、今回力入ってますね。その重心化もそんな引っ張ると思わなかったんで、いやそれ結局ないかと思ってたけど、うん、この流れだともう 100% ありますね、うん、既存も重心化しそうだしね、はい、あの概要欄が嘘だったらありますもんだって、うん、まあそこのね、うん、姿勢についてはちょっと今回、うん、触れませんけど、うん、性能もね一応ね、そうそうそう、一応その、うん、やらせかもしれないけど、そうそうそう、概要欄もでバーって書いてあって、銀さんこうの、うん、こうだ神楽こうだみたいなのね、あのステータスみたいなのは あと浴びて出てたみたいなんで、あんな詳しく説明してることあんまなかったと思うんで、なかったと思うけどね、さすがに今回は多分、うん、謝罪会見動画とかにアニメになんじゃないの、多分銀さんが場を和ませようと思ったって言うんじゃない。絶対なんかそんなにね、まあわざとらしいですよね、わざとらしいですね。でまあね、まあ いろいろまああるけどあるけどちょっとわかんないけど、さすがにそれ言わないだろうってこと前回言ってきたからね。あの確か議員の泣き真似してましたよね、議員さん。なんか前回してた気がする、なんかしてたよね、うん、あ、してないか、あれだし、あ、違う、あれは普通のアニメの方でしてたんだ。モンスは関係ない時にしてたわ、議員さん、それアニメはなんかで CM で謝罪会見してたっけ、 CM 謝罪会見だったっけ、そんな時事ネタであれそのとこ持ってこないか、まあそれにね、最近そうだよね、それがやってほしいですね、最近そうだよね、割と出ちゃってるっていうのはね、うん、あったりしちゃってるからね、それで、うん、いやこれが本当じゃなかったら結構ね、ちゃんと考えた方がいいと思いますマジで。これが本当にだったら問題ですよ、問題だよ、会社内で多分問題になってるはずなんでね、問題になってるでしょ、これ議員さんのせいにしちゃダメだけど、でもこれがやらせだったら、確かもうやらせっぽい内容だったんで、あからさまだったんで、うん、あとクロちゃんとかのね、うん、あれでなんか結構最近自虐っぽい感じでキャンペーンやっちゃってるから、まあ、いいと思う、うまい感じにはしてるのかもしれないですけども、まあ何がねどういう形であれ楽しそうなコラボなのは、うん、なんか結局自分もなんかそんなにああまた銀さんかって結果感じちゃったけど、徐々にもなんかねテンション上がってきた自分は、うん、アニメもクオリティ高かったし、ね、うん、面白かったし、アニメすげえ、うん、はい、なんでこちらが9月2日ね、もうあさってから来ますんで、ぜひそちらも、あとライブ配信もねしますんで、そちらもよろしくお願いします、ぜひぜひよろしくお願いします。次、はい、重心化来ましたね、はい、シレットベビーアーク来ました、はい、光属性、貫通砲撃型、うん、
でアビティがアンチダメージ上にレーザーストップ、うん、でゲージでアンチアープと弱点キラー持っております。サイクショットが、スピードのパワーがアップして触れた敵全員を3ターン無敵状態、20ターンの24ターン、ね、友情コンボ、新友情来ました。超強リワインドブラスターに、うん、超爆発持っております。しかも砲撃、うん、これは強いっす。これ強いだろうね。これ強いっす。これリワインド貫通って一時期ふざけて言ってたじゃないですか、うん、これふざけてないもん。これほんと強いと思う、うん、友情むっちゃ強いと思いますよ。これ強い、うん、急じゃない？びっくりするよねこれ、うん、これなんかほんと両重心か、うん、なんか強両重心かくんじゃないかな。え、なんでこれダメオワープでこれ持ってんのって感じじゃん、うん、でこれ案外今回その何でしたっけ、しんすけのガチャ、はいはいはい、高杉しんすけのガチャ24回使えるって言うじゃないですか、うん、これレディアーク紋章いったらこいつ多分大概強いですよ。あ、無敵多分相当大きいんじゃないかなと思ってて、あのバロジカ入れてる理由ってそれじゃないですか、うん、これ触れた味方無敵っすよね。触れた味方無敵ですよね、うん、これ多分やばいと思うんですよ。こいつで方がいい説まであるのかな、うん、確かに。え、だってこれ無敵化してみたって小町も普通主も、うん、ね、あとシャーロック・ホームズも、うん、結構ダメをなくて、あの SS だけで連れてってるやつがもう暴れ回れるんで、うん、スモークとダメを気にしなくていいっていうのはすこぶる大きいんじゃないかなと、はい、で小町で例えばあの孫市とかで組んで、あとこのレディアーク重心化入れるとするじゃないですか、紋章3いけんですよね、あの自陣で、ね、そうだ、全部違うから、よめちゃくちゃ24苦手よって人は自陣で紋章艦隊っていうのが組めるようになったりして、うん、フレンドもね多分紋章結構出してくれてるからね、近畿シーズン多いんで一気に24が楽になるんじゃないかなとは思いますけど、なんか急に緩和してきたなと思いましたけど、ね、うん、これは多分ほんと強いんじゃないかな24回。ただね、元捨て結構低いんですよ確か。レディアークはあのスタジアムとかでも割と使われてたキャラなんですけど、そんな高くないですよね。高くないね。攻撃2万5000いってないもんね。そうね、しかも砲撃型の方がやっぱ低いから。そうですね、なんで捨てがもらえたらになってきますけど、もらえたら24での活躍も結構いけるんじゃないかなってのは思ってます。これが要注目キャラだと思う。でもまあ弱点キャラ持ってるから、うん、強いですよね。普通に弱気もあるからその攻撃力のあれもあるし、うん、まあ紋章つけたらもう話違いますけどね、うん、普通に多分ワンパンは多分乗ると思うんで、紋章あれば、まあ、ジャッキあれば多分乗るか普通でも、もしかしたらね多少捨て期待できないかもしれないですけどね、うん、弱点キラーを持ってこの友情砲撃型でもらってたから、うん、新友情で超強のリワインドだから、うん、で友情キラーそうだよね、うん、いきなりマックスだから、うん、これで捨て役が結構やってると思うんで、うん、まあでも楽しみですけどね。楽しみだね、うん、でも本当に意外なとこが意外に強い、うん、やつで来たのはちょっとびっくり、ね、まあ、同じぐらいかちょっと上がるかだと思う、うん、下がることはないと思うんでね、期待して待ちたいと思います、うん、これはすごいいいですね、うん、とてもいい重心ですね。はい、そして、もういきなりまた回が来ますよと、はい、ニルバーナ回がこちら、うん、来ます。こちら実装日が9月、6日金曜日20時から22日実装しますよと、まあ、イラストねこれ出てますけど、うん、本当になんかもう、ね、デスソースのパッケージにでもなるのかみたいなぐらい赤くなって、副友情コンボ、うん、貫通ホーミング4、長距離反射拡散弾 L2、 バラージショットガン、攻撃アップ長距離スパークバレーと持っております。うん、どれか来る、うん、もしかしたら、うん、ジパングの枠になる可能性が、あ、ジパングの次の、うん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 、あれの枠になる可能性があって、うん、でコーナー難易度で、あ、そう、そういう風なハマり方しそうなのって、この中だと反撃を発動するためにスパークバレット、うん、もしくは相手に攻撃ダウンしてくるようなギミックが出てくるっていうね、メメントモリ回みたいな、うん、あれ結構メメントモリが外役だったんで、うん、回シリーズも結構癖のあるクエストになる可能性があるんで、攻撃ダウンとかしてくるならこの攻撃アップ友情っていうのが多分超ね使えそうなんで、これ副友情で攻撃アップ持ってるのはかなり強いよね、うん、ですね。まあ倍率自体はその高くないにしろ、うん、うん、なんかその十分ではある、ね、攻撃ダウンを塗り替えるっていう使い方ができちゃいますからね、うん、攻撃アップは。なんでそういう面でこの副友情強い可能性があるんで、うん、この2つ、そうだよね、この2つでほぼほぼ当たりな気がする、うん、超強スパークワイトとも、ね、はい、こちらもねやっていきたいなと思いますんで、はい、うん、まあ、ドゥーム結構簡単だったんで優しめかなとは思います。そうだね、うん、まあ、今回難易度的にはもうちょっとね、うん、そうね、そう、うん、本当に
あれだったんで、うん、このスパンで来るからね、サクサク。そうだね、本当に、てか、むっちゃ早い、うん、早い、非常に早い感じで来るんで、うん、はい、あ、そうだ、ボイスどうなんだろうね、小安さんなのかな、だよね、うん、むちゃくちゃ人気あった、ね、あ、そうだよね、むっちゃかっこよかったもんな、あれ、うん、その辺も期待する人は多いかもしれないですね、うん、最後じゃ一応、ラッキーモンスター9月2日からのですね、はい、起きた、長倉、肉丸、チンジャオロース、高杉慎介。起きた。起きたの銀魂クラブの起きたと、なるほどね、あのモンストの起きたですね。うん、はい。新八もモンストの新八。もちろんね。ややこしいな。ややこしい。非常に。なんで肉丸入ってんだよ。ややこしいけどこの辺が、ね、うん。あ、チンジャオね。うん。慎介もね、うん、チョコで作れるから。ああ。多分そかそか、うん、入ってんだと思うけど。あ、そっか。超究極来ないにしても究極の方は、ね。究極の方入ってるから そっちで作ってねってことだと思うけど。なるほどね、来ますんで、こちらもぜひ、はい、まあ、復刻2体すごいね、でもそうだね、多分持ってないと、ね、今回だから作んないといけないかもしれないですね、来てから、うんうん、はい、以上です以上です、そうですね、コラボが重かっただけで、コラボがね、それ以外はそんなんだかな、うん、あとなんか、ダウンショーニュースなんかあるかな、まあ、今回ちょっとね、うん、あの3日間お休みいただいてたんで、はい、ちょっとその最中、ちょっと動画の方の、はい、ライブね、配信中心のアーカイブになったと思うんですけども、うん、これがね、また9月も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、まあでもあと、キングダムコラボ楽しみですとか、あのこれ作りますとか、重心化作りますとかね、あの重心化本当に来るんですかねっていう人はコメント欄とかぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。でもマジで普通にやっぱアニメむっちゃ面白いわっていう人はチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もゲームスタジオ4からお送りしました。ありがとうございました。しろでした。こちらです。ありがとうございました。くへえ、アカウントを量産して、何しろの動画に低評価をつけまくってやるぜ。やめてよー。